第二次世界大戦で日本は戦争に負けました。でアメリカの民主主義と自由が日本にもたらされました。それまで多くの若者は戦争に駆り出され、あるいは芸術、特に芸術においては表現の自由、そういうものが失われていました。その後第二次世界大戦後、多くの若者が戦地から帰ってきました。で八木和夫もその一人でした。で彼らは新しい、自由の、雰囲気の中で、新しい、陶芸の在り方を、模索していきました。で、最初、ほんの3人5人ぐらいの、志を持った、若い作家が集まって、スタートしたのであります。若い陶芸家は純粋な気持ちで、新しい未来に向かって、進んでいきます。で創立者の、グループは、常に前向きの姿勢で、あるいは、自分の、もっと焼き物に対して根源から、土に対して、あるいは技術に対して研究を深めていこうという姿勢を持ちました。でそれに賛同する、作家が集まって、お互いに、一つのグループを作り、切磋琢磨して、その精神の維持と向上に、を求めて、行ったのであります。創立者の若い、メンバーたちは、いずれも父を、陶芸家として持っていましたが、彼らは新しい時代に向かって根源的に、陶芸を追求していこうという姿勢で、それまでの技術、親が持っていた技術や、知識をある程度は共有していましたが、もう一度一から見直そうとして始めました。最初はそれまでの陶芸と、多少少しだけ違う作品を作っていましたが、創立者が、の活動が深まっていくにつれて、全くオリジナルの、技術と、土に対する、扱いを、持ち始めました。例えば八木和夫は、黒陶という、黒い焼き物を見出しました。これは古代に使われてた技法でしたが、それ以後、使われない、技法を八木和夫は新たに、オブジェとして、オブジェの作品に用いました。また鈴木治も、色は備前焼きのように似た色してますが、彼は表面に黄土を塗って薄く灰を吹きつけただけで、備前とは全く違う明るい、ブラウンの、色彩とテクスチャーを見出していきました。でこのように、伝統も、彼らは伝統的な技術も知りながら、または時々それを利用しながら、全く新しい、技法として生み出していきました。
1960年代の後半に私は大学で、過ごしていましたが、その頃世界的に、ニューレフト、スチューデントパワーが、炸裂して、世界中の、若者が、大学の問題を、出発にして、それだけじゃなくて世界に向かって、抗議の声を上げていきました。その中に私もいたわけですが、その、政治の、季節が終わった時点で私は新しい道を、模索していました。で、一人で、何かできる活動を考えていました。そんな中で私は八木一夫の、黒糖のオブジェに、の作品に出会い、非常に、強い、印象を受け、また非常に共感を持って、その作品を眺め、で将来私も、こういう、焼き物のオブジェを作ってみたいっていうふうに、考え、1971年に、まずトレーニングから始めました。なぜ私が、ブラックカラーを、使うかという、質問ですが、この前の作品で私は表層深層というタイトルの作品を作りました。それは表面と内部からなる、形で、見る人が、表層を見て、見えない深層を、イメージするという、想像するという作品でした。その時に、黒い色は、見る人の視線を、内部に吸い込むという働きがある。それで、黒を使うようになりました。なぜかというと、黒は光を吸収します、ということは見る人の視線も吸収することができるわけです。でこの作品に なってからのブラックは同じような意味あります。この黒い色を混沌としたこの形の黒い色からその背後を想像していただきたいということです。で、まあ言うなればカオス的な作品です。でカオスはやはり黒を闇というイメージがありますから、黒は適切な色だと思ってまた使ってるわけです。でこの黒は松葉をいぶして黒く煙を染み込ませるという方法で黒くしています。今私の作品はこのように、スモールピースが壁にいっぱいついた形で、成り立っています。これは先ほどの述べましたように、自然災害の後、また一から、作品を作り始めるときに、作業台の上に、土の塊を一つ、乗せ、それでにタッチする、そこから作り始めるということを言いましたが、
この形が一番、はっきり出ている、こういうふうに、少し大きな塊を手のひらで伸ばしたり、小さな塊を指で押したりして、いっぱい作って壁につける。この形が一番、私の、災害後の、気持ちを、表現するに、適した形であると考えているわけです。ここにあります、大きな形は、ベッセルのような形をしていますが、ベッセルではなくて、スパイラルの構造を意味しています。で、物事の始まりはすべてスパイラルだということを発見して、今こういうスパイラルの形、あるいは壁でこれからスパイラルができて宇宙が始まりますよっていうような作品に、の形を作っています。見る人は、この作品を見て、多分、あまりはっきりしたイメージがないですから、正直わけが分かんないっていう最初戸惑いがあると思います。そのうちだんだん、土の塊を手で伸ばしたり指で押したのをこんな風にたくさん壁につけてあるなというふうに、見ていくと思います。で、結局は作者が何を表現しているかはなかなか、クリアには分からないと思います。しかし、見る人は、自分なりのイメージ、あるいは、物語を作って、この、よく分からない作品に対して、アプローチしていくと思います。で、私としては それを入り口に、見る人が、世界の根源、あるいはその自然の根源まで、あるいは、この焼き物の根源まで、遡って、考えを、馳せていただけたら、嬉しいと思っているわけです。今ここに展示している作品は、私が、1986年にあの、特別なあの災害を経験した後、生まれてきた作品であります。1986年に、の夏、大変、夏の豪雨で、裏山が、崩れました。それで私はあのアトリエ全部と、住まいの半分を失いました。そ
それは大変な衝撃だったわけです。私の人生においても、数少ない、出来事でした。で、私はその時を境に、少し、世界の見方が、変わってきました。で、徐々に変わっていって、今までの作品を、そのまま作るのでなく、一から、土に対して、あるいは焼き物に対して、もう一度考えてみようと、根源から、出発することを考えました。それで、作業台の上に、一つの土の塊を置いて、それと対峙して、それに、手で一押し、ひとひねりするところから、再出発したわけです。その時以来、私はそれまでの自分の考えを、土を使って、形にするという考えから土と向かい合って、対話するように、作ることを始めました。最初に、アイデアを持つのなく、土とカンバセーションする中から何かが生まれてくるのを期待したわけです。ですから英語で言えば Between clay and hand something appeared between clay and hand という形ですね。土と手の間から、生まれてくるものを、作品とする、そのプロセスを、そのまま、見せるということです。ですから、もう一つ拡大解釈すれば、人間と自然の間というふうに、象徴することができると思います。人間と、自然の間の、共同関係、共生をテーマとして、考えていったわけです。それをいかに土で表現するかということにでたどり着いたのがこの作品です。で、このように、大量に、大量な土による、インスタレーションは、ランドスライド、が起きた時のその土の、量とエネルギー、それを、体で感じてもらいたいということがあって、こんな形になりました。